はい、えー、今回はですね、昭和の問題番組、当然放映禁止、ザ・ガマンについてお知らせしようかと思います。映像がね、残ってます。すごく貴重な映像なんで、私の解説がどこまで表現できるかによるんですけども、私も小学生の頃見い記憶を辿りながら説明しますね。まあ今、エジプトのピラミッドの前で、なんか砂漠を人が歩いてますよね。これ走ってるんですけども、実は裸足でね、走ってるんですよ。 皆さんも夏の海岸とか浜辺とかを裸足で歩くとあちちってなるじゃないですかそれを裸足でこのエジプトでカイロで多分気温70度ぐらいあるんですよ多分足の裏はやけどだと思うんですけどもそれをね走る我慢をしてるんですよこういうふうなねバカバカしい我慢を世界中であっちだこっちだやって日本に帰ってきてどうなのかなっていうのがこのザ・ガマンというまあそんなねぶっ飛んだ番組なんですけども当時高視聴率でございました でこのザ・我慢の砂漠ウォーキングに成功すると選抜されたグループは今度はね逆立ちをすることになりますご覧のようにエジプトで逆立ちをして背中に鏡を背負ってねでなんとね体を特にあの乳首の辺りを虫眼鏡の炎天下で照らされてるんですよこれは熱いでしょうで熱いと思って脱落したり逆立ちが苦手な人はまあ、失格ということになって次に進みます もう汗だくなんでね、もう皆さん喉が渇いてます。次の難関は、はい、えー、男塾でもありましたけども、頭にね、こう、なんていうんですか、じょうろみたいな、なんかこう、ヘルメットみたいなのがかぶって、上からビールがどん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 継がれてくるんですよ。これね、ビール飲み続けないと、窒息しちゃうんですよね。こんなね、生命に関わるようなことを番組でやってたんですよ。ご覧ください。この人はもうね、窒息寸前です。で、ギブアップする人は、頭を、 テロンって前に下げるだけでビールがこぼれて息ができるようになるっていうからくりなんでまあギブアップするまでみんなで競争って感じでビールの強い人が当然勝つんですけどもじゃあビール飲み続けてね勝ち残りましたって人が次の地獄が待ってます次は何かっていうとこれ馬に乗ってるんですよねビールいっぱい飲んだからなんかおしっこが出るんですよで今度はおしっこを我慢するザ・我慢に切り替わるわけなんですよしかも 馬の背中に乗ってゆさゆさと揺れるんで、もう我慢がすごくね、辛いというね。で、我慢ができなくなった方は、馬から飛び降りて、当然失格になるんですけども、仮設トイレに走るということでね、今後ろから黄色い服を着たリポーターさんが、感想はどうですかって聞くところなんですけども、天国ですとか言ってね、失格になるみたいな、そんな形でございます。さあ、ビールを飲んでもう、おしっこもいっぱい出たところで、今度は、 ね、喉がまた乾いたでしょうってことで今度はねどんなザッガマンがあるかっていうと見てくださいこれはナイル川だと思うんですけどもナイル川になんか腰掛けた状態で後ろにね椅子が倒れるんですよ背もたれがそうすると川の中に頭がジャボーンとついて窒息する感じになります今度は息を我慢するザッガマンですしかもなんかナマズが泳いでて頭をね食いちぎってくるんですよ次の写真 いただだっつってからね頭食いちぎられてもうたまんないから起き上がると失格になるとこの人なんかねナマズ持ってるでしょで皆さんね呼吸がどこまで我慢できるかナマズからの攻撃にどこまで耐えられるかっていうザ・我慢ですさあ水攻めの後はさらに水攻めです今度は海岸です海っぺりに寝そべって波がカーってやってくるんですよねその波にもまれながら呼吸を耐えるっていう そんなね、トレーニングなんですけども、ザガマンなんですけども、これ、満潮干潮があって、満潮時にやるんで、すぐにこうやってね、顔が埋まっちゃうんですよ。これはね、死人が出そうでしょ。うん。でも、ギブアップする人は、何の拘束もしてないんで、立ち上がって逃げればいいだけってことになります。さあ、水をたらふく飲んだ後は、汗をかきたくなります。次のザガマンは、ジムですね。これちょっと見えにくいんですけども、ジムの中に、 あのトレーニングジムですよ筋トレをするトレーニングジムの中にストーブを焚いてサウナ状態にしてる状態なんですよでその中で汗をいっぱいかくためにこう自転車を漕いだりねバーベルとかダンベルでもうヘトヘトになるまで汗をかきますで体力がなくなったり水が飲みたくなった人はギブアップということで残った3人がついにラストシーン夕食のステージに向かっていきます皆さん白いタキシーーードでねニューヨークで 決勝戦ですおいしい食事があるかなと思ったら会場はビニールハウスしかもこんな狭いね3畳ぐらいのビニールハウスに今度は押し込められてあのゴールデン・ゲート・ブリッジの下ですよこれ <laughs> その下でね今度は飲まず食わずっていうザッガマンが決勝戦なんですよ飲まず食わずですよねひどいでしょでもこの3人は頑張って飲まず食わずでこのビニールハウスの中で頑張ってます で、黄色い服を着たレポーターの方がミネラルウォーターを3人の目の前でダバダバとこぼしちゃうんですよわあもう飲みきんないやーみたいな感じでねこち亀の量さんみたいですねで中の3人はくじけないんで今度はねこうやって流しそうめんを目の前で見せるというもう水の乾きに加えてお腹も空いてますんでもう食べたくてしょうがないんですよね手前の人がちょっともうギブアップしそうですよねはいギブアップして食べちゃいました で最後3人が決勝戦に臨むんですけども3人がそれぞれねもう今にも水を飲もうとかねご飯を食べようとか思うんですよそのために残りの2人が頑張れ頑張れってなんかねなんかわかんないけどもおかしな応援をするんですよねでそれをお茶の間でみんなで笑うみたいなとんでもない番組ですよねでこの番組をこう楽しみながら海外ではねどういうふうに思われているかっていう批評する番組もあるんですけども これはジェノサイドだっていうふうに、このレポーターの方が非難していましたということで、当然放送禁止になったということですね。はい。じゃあ今回はザ貨カマンについてお話ししました。ノクさん、ザ貨カマンって覚えてるでしょう